見張っとかないと。そうやそうそう。言いはしましたよ。食っちまうかって。はい。けど言うだけじゃないですか。そんな回さんでも。財布だけちょっともらっといていいですか。三十時ぐらいだったらまだいるって。まだ残ってるかもっておっしゃってくれたんで。じゃあ買ったら。那須牛おかずにハムステーキ行きましょう。そうそうそう、ね。ご飯代わりで、めっちゃ分厚いですよ。見ました。であの。あの中でも特に分厚いのはあるんですが、で、あるんですけど、それが設定2らしいんですね。あ、だめ、それも出てなかった。あ、出てなかった。だけど、まあ、高いのゴールもありますもんね。あ、まあ、まあ、ありますね。あ、そう。スキーの視線めくるせスキーを作らせないめくるせ目線は見せる言葉にさえ麗しく思わせるまともぜ愛とクルトゥーを織り交ぜ冷たくはしなさっぱりだぜ人生までもなく氷の道をまた忘れるトーミーオーディション欲に落ちて顔見顔でしゃに囲らず刻まれるコンディション二度とお目にかかることはない Still my heart seems like a movie show キスのプリーズキスで狙い下げ目直線に合奏夢に描く至極の合奏元気な二人で映画化向かう これマジでその5万枚は言い過ぎかもだけど、うん、2万枚なら余裕だと思うんですよね。いけるよね。3人噛み合ったらやばいっす。まあ、とりあえず220からスタートなんで、まあ、できれば天国で当たってもう一回出陣ボーナスが欲しい。まあ、一応これで AT 駆け抜けても投資はまくるけど駆け抜けだけは許しませんよ。さあ天国の前半部分で当たってここで当たるとこマネなんだよな。あでもチャンスアップは1個あるだけでだいぶ強いんだよな。え、当たってるかも。あ、当たってる。ナイス。あ、出陣ボーナス。で、この出陣ボーナスね、結局家康信長氏政を取るかどうかだから本当に。で、大体一番強いのは右側に。おお、辛抱確定おる。耐えてくれ。おい、早えて早え早えて。さあ、ロギさんは僕2セット。お、あ、奇数の構成って言ってたか。で、ここなんですよ。2セット出てきたじゃないですか。もう1セットあったらやばいっす。いきます。来い、マジ来い。へぇーかー、1セットかよ。ダメなのか。ダメっすね。480枚終わりで、この5ゲームはレア引き渡りです。じゃあ引いて。オッケー。引けず。背景 B 示唆。1回目朝一 A の山奥だったんで、次は手前で当たってほしいね。劇場じゃストレスか。いやー、10ゲームだけかい。うわー、でしかも勘助なんで次回天国かどうかはどうでしょう。いやてめえ、あと1ゲームマジで1回完走させればめっちゃ強いからな。俺ももういいよ。強調か、強調だ。上乗せします。 AT 中に強チェリーなんてもうお手本中のお手本で、小学生から習ってんだからAT 中に強チェリーで、もう一回もう一回引きたいのよ、この霊薬ボーナス高確率急に。あ、今の強チェリーで当たってるかどうか。当たってなかった。引き戻しバトルで、この初回の勝率にも一応設定差はある。頼むよ。ご鉱山だけやめて。貴様お前は本当に
残念。まあ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 、でも1020枚プラスですね。プラス。さあこっから早めに当てよう。3枚目。いやでもまあ終わらないっていうのをこっちが分かってるんで全然いくら入れても関係ないです。違います、そういう台じゃないんですよ。1番2番で当てる台じゃないんで。あ、そもそもね、はい、そもそもそういうの無理なんで、この台。だガットさんが珍しかったんで。珍しかった。これめちゃくちゃ珍しいです。マジで珍しかった。マジで珍しい。ティーゲーム初当たりまで5、6万かかりますもんね。でボーナス 4,5 回引いてやっとみたいな感じなんで。なるほどなるほど。あー発展しちゃうな。あーでも発展の仕方も結構熱い。結構で低速滑り8000。まずやる気出した、やる気出せよ、やる気出した。2連続攻撃で3ゲーム目。はい、よっしゃー、ナイス。431ゲームです。総投資22。おい、ビリビリしてる。え、あれちゃん究極や、究極2着。え、しかもレギュラーで、レギュラー1回目だったのに。2択成功でラッシュです。これめちゃくちゃ熱い。お願いします。僕ね、第一の局面しっかり決めるってきたんで。いやいや、ほんとほんとそうっすよ。ここちょっと緊張してるんですか。決めるってきたんでっていう。いろんな2択あるけど、多分現行機の2択で一番きついかもしれない、外したら。それ逆に言ったら刺したらってことでしょ。いや、もちろん、うん、だって終わらない物語が始まりますから、ね、終わらない物語始めてください。まずは、真ん中止めましょう。はい、もう何回出てくる。リーダーお願いします。お願いします。お願いします。ここでいや、サムネいらん、サムネいらん。あ、いらん。サムネ。ここでいや、揃ってからやりましょう、それ。ごちゃごちゃうるせえな、もう。よう見とけ。お願いします。これは痛いで。これは痛い。これ痛いで。これは痛いなぁ。自力。自力で刺しましょう。リングもらえますもんね。切り替えましょう。自力で刺しましょう、それは。うわ、いってマジで。激痛やん。何や、青手。激痛マジで。点でダメ。こんなもん何やらしてもダメ。2択決めれんようなやつ何やらしてもダメ。悪くない。悪いよ。いや悪くない。言った元禄が。熱ー。それ結構当たってるイメージありますわ。俺これあんま見たことないな。流れ変えましょう、ガッツさん。でも早手なんだ。まあや、弱。いやでも当たるでしょ、うん、まあさすがにね。さあ394。ナイス。いや、ここのボーナス何も言わずか。ああ、レギュラーだった。色は青い。あ、このパターン。お、1ゲーム連。これ1ゲーム連ボーナス。一瞬6確定かと思ったでしょ。いいですよ、そう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 、そんな、さすがに、でも初めて見たな、これ。こんな感じなんだ。さあ、僕最初見た時、六角形かと思いました。はい、あれが、うん、なんか、トロフィーじゃないけど、あんな感じなんかなと思って。トロフィーあるんですよね、でも一応、この台。ありますあります。そうです。うわっ、超高いった、大事。カンナステージ。お願いします。アテナいかんなんつってね。あ、おっ、うまいこといきましたね。おい、やめろ。いや、それ乗ってやめて、乗らんと。死んだって今。ジローは死にましたって。自分で。今ので。そんな言ったら俺だと。怒ったかな。あ、もうやめましょう。カメラでブルーってあの鼻息が。鼻息やめてくださいもう。で即終わりでこの笑顔を見なきゃいけないのかよ。それはデフォルト。まだ天国にはいるはずです。同じことの繰り返しばっか。1セット81枚です。
あ、この画面何？小由美ちゃんいる。あれ、これなんか良さそうじゃない？これですね、高設定したの今日です。中途半端。でも確かにこんなん見ないっすよ。いや、見たことない、見たことない、見たことない、俺も見たことない。あ、秋山さん、終わってんじゃないですか。いや、当たってなかったっす。何がオーラじゃん。オーラ関係ないとか言って単発ってどういうことですか。ちょっとオーラの色が一番大事。もう何も言えない、オーラの色って言われてもやめちゃおっかな、もう。あれしんどくなってきちゃった、ゲンさん。まあ、正直通常時のあのループをやってるのは結構しんどいんですよ、この台。おい、パチンコ行こうかな。早えな。やっぱ俺スロットダメだこの番組。勝てねえ。マジか、スロットでどうにかしてえのに。かっこいいとこ見せてよ、スロットでさ。魔法少女マドカマギカ、フォルテ空いてます。まあ空いてますね。空いてるだけか。空いてるだけですよ、これは。空いてるだけ、空いてるだけですよ。これってのは今のところないように感じますな。てなったらもうパチンコかもな。あれ G は G どこ行った。トイレ、トイレ、トイレいます。トイレ G です。 G だよ。 J どこ。あ、G いた。いた。俺そっち行きますわ。ドライブ行ってない。2台ともドライブ行ってない。これバルブレブやったんちゃう。正解わからんけど。じゃあ俺これ打とう。お、永遠。だシティハンド打ってみるわ。我々移動します。あ、了解です。パチンコ行きます。移動します。お、終わらないと思うんですけど、終わったらすぐ向かいますんで、まあ当たるまでは行かなきゃいけない。 G 連れてパチンコ行ってきます。 OK。 何打つの。なんで言わなあかんねん。お、仲間だから。ドリ打ちだから。あ、ドリ打ちだから。延々と、はいはい、シティハンター。おお、まだまだどでかいの狙えますね。延々はすごいね。いけるいける。今日はあの、コケ前衛でめっちゃ勝ってるんで頼もしいっす。じゃあそれだ、いけるわ。パチロの方で、ね、パチロの方かい。パチンコの方の延々も勝ってる。勝ったことない。勝ったことない。あれみんなおもろいって言うんすやん。確かにね。危ない危ない、面白いだけで打つなよ。勝つために動いてくれよ。お前は何も喋んねえのかよ。あんな肩トントンって調子悪いな。ガッツさんって調子いいと調子悪い紙一重だもんな。その天才とバカはみたいなことだもん。あら、かわいい、見て。かわいい、かわいい。あー、かわいい。こう設定した今日出てたのにね。で、秋山さんが天井、うん、そうだね、もう天井767だからやめらんないでしょ。うん、けども秋山さん天井行きゃ帰ってくるっす。ああ、なるほどね。北斗揃いで怖いっすけど5枚目です。ええ、早く当たってなんとかしたいっす。多分僕の声は誰にも届いてないと思うんで。あ、ジャギ、そうだよね、ありがとう。ジャギに負けるような、はい、41本ですね。はい、826。これを終わらせなければエンディングでみんな負けた顔してるときに、あー5000枚出てますみたいなことができたらいいなと思ってますんで。2連単発と来てますから、はい、もう仕方ないです。赤縄ですよ、そりゃ。もしかしたらここで外れちゃうみたいなね、白オーラ、青オーラ、青オーラと、オーラ関係ないらしい、ないって僕は思ってるんですけど、関係あるっていう風にリーダーが言ってるんでね。青オーラで大連チャンしましたって言いますから、うん、やっぱりオーラ関係なかったですと。あ、危ない、本当によかった。オッケー、ついに2連の壁を越えました。2連単発3連目か、これで。仕事もなくて人気もない、しかも体重が一番軽い俺が頑張らなくてどうするんだって話ですから、なんとか出玉で貢献したい。頼むケンシロウ、原作と同じ強さで頼む。3セットって381枚って、はい、なんかごめんね。おい、開始3時間でパチスロ組2人になった。ていうか、あの3対2とか言ってたのにもう今2対0。関係ねえな、誰と戦ってんだよ俺ら。ええ3以上、3以上、この背景は
これは2が3以上か。そうか、こういうのを見せていかないと。っていうか3が出るって別に3じゃねえと思う。じゃあねえと思うしな。46、あ、激アツ。これ下手したら直撃じゃない？激アツの後にチャンスで下がるんだ。そのでこれがレインボーまで行ったらこれ直撃ですわ。レインボー行け、レインボー。ここが鬼門です。ここ鬼門結構。お、普通だ。おお、レインボー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 。この頼む、チャンスをしたくない。やった、直撃だ。死んだったんだ。よーし、はーい、164ゲームこっちは267、もうと C でしたね。朝一から A、B、C、 投資は2万5000円でございます。2回目の AT、 今度こそ頑張っちゃうんだもんね。やべえ、結局ちょこちょこ上乗せしてゲーム、私も劇場ジャッジないままもう残りはとベル1回で終わり。ちょっと、いやー、これで2回目の AT も終わりか。背景なんか出てデフォやめて、デフォかセットは無理だ、セットない。頑張れ、そこで何か引けばいいんだろ。そうなんですよ、今レアクを引ければ。よし、え、下まで消えた。え、レアク引いてないけど行った。珍しい、おい珍しい。よし、俺4セットやってんのに劇中ジャッジやってねえの。40% とことんやられてるから、ね。まあ俺まだ言わないでおこうと思ったんですけど、まあロギーさん横にいるからか、しゃあねえか。ロギー横だもんな。なんだロギー横だって、神横だみたいに言うなよ。ハチ公前みたいな感じで、ね、ロギー横。おつおつ、おいおいおい、謝れ俺。え、何も引いてない。150のとこだ。ゲーム数からけど、これ 今のめっちゃ熱いんですよ演出、うん、あれを俺通常時に出て外したんですよね。おい、でロギーさんに本殿、あのジローさんに本殿長って言って怒られたやつです。あで AT1 でもまあ熱いんですよ。大丈夫だ、多分大丈夫。よし、いさあやっとくか。4セットやって初めての劇場ジャッジ1戦目。4ゲームあって、うん、リプレイ3万役引いたら 40% あります、うん、レア引いたら 50% 強力確定で、最終ゲーム公約で確定、3桁乗ります。いけ、いけ、モック今のところ何も引いたんで次引かなきゃやばい。え、何でもいいんだよね。え、まだリプレイあります。どうぞどうぞ。ようやくやってこれか。俺人のこと責めるけど、責められると打たれ弱いんで気をつけてください。めんどくさ。駆け抜けちゃった。背景なんか出て、出方か。さあ2セットやって462枚です。セット数はない。でもまた引けいいんだろう、なんか。ですね。さあ俺は300のとこまで行くか。さあ、お、5回中2回天国か。次来てほしいな。今んとこ ABC だから次天国欲しい。いやけどまあ俺もやめたいんだけど、5回中2回天国が出てるんでちょっとやらないとね。そのまあ数字的に言ったらプラスなんですよね、うん、マジで2万発3万発出してくれねえかな、パチンコ組。さあ私、これで3枚目ですね。ガッツさん個人の2024年なんか目標ないんですか？そうですね、僕個人の目標としては、はい、でももうちょっとそのしっかりしなきゃいけないなと思ってます。ざっくりしてますな。いや本当ざっくりはしてるんですけど、これ何事にも言えるんですよ。やっぱりもうちょっとその、はい、なんだろうな、やっぱ自分にもうちょっと厳しく、はい、明確な目標を持って。明確な目標を持つっていう目標でやるってことですか？そうですね。意味わかんないじゃないですか。目標を持つ、まあ、え、2024年の目標を聞いてるのに明確な目標を持ちたいっていう目標を持ってるってことですか？それ意味
かんないですねそれ。全然意味わからん。意味わかんないそれは。意味わからんすぎますなんなら。まあいや、そうですね。いやもうちょっと、まあ滑舌であったりとか、なんか敏腕カメラマンが後ろに。はい、もう終わる時間まで会わないのが一番幸せだと思ってたんですよ。なんならちょっとお待ちいただいてもいいですかぐらいの。3セットです。3セット400枚持ってここに来る途中に二郎さん、はい、リゼロが空いてるのを見つけましたけど、リゼロが出るって聞きましたけどね。まあ今いろんなパチンコがあるじゃないですか、でパチンコの歴史ってもう何十年にもなるわけですよ。最終形出てますあれあれもう完成しました。ついにいろんなパチンコ経由して完成しました、あれが。僕ら最終形じゃないやつで出さなきゃいけないです。なるほどなるほど、当てましょう。よし、あらす。じゃあ初打ちだし普段パチンコ打たないのにリゼロを打ちます。いろいろ荷物持ってきます、すいません。まあ、先ほど今目標の話をしてたじゃないですか。真面目にちょっとその、はいはいはい、ああなるほどね。もう今日はもう真面目モードです、ね、真面目にちょっと、はい、いやでも本当に目標は自分の中でちゃんとあって、はい、まあいろいろ僕新番組が始まったりとか、はい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 、新しいことも今チャレンジしてる最中なんですよ。それこそ DMM さんで。そうなんですよね。始まるでしょ。はい、2024年はそのチャレンジを生かして結果をつなげなきゃいけないなっていう。ああなるほどね、はい、もう挑戦して頑張りますだけじゃダメだと、はい、そうですね。結果をもっと残さんとあかんと。はい、なんて番組なんでしたっけ始まった、いじらせって番組が始まりましてですね。エロ漫画みたいなタイトルいやそうだろそれはダメか。あんまりいやそれ俺がつけた名前ではないんだけども、ね、俺言われるまであんま気にしてなかったんだけど、はい、言われてからめっちゃエロ漫画っぽいなと思ってちょっと卑猥な感じあるなと思って一郎君にいじらせに来てもらおうかな。おいレバブルや。ええ今のレバブル。まあでも光ってましたよ。ブルブルしてた。えはっはっついてる。ついてる。ちょっとえ先読み来てた。これこの動画これですかね。あこれあらあれだす。さあ行こう。163なんで164回転目。いやいやいや、投資が俺何もやったっけ37。まあ図柄6ですけど、いやよこれ何パーでしたっけ。 50%? これは、51%です。 51%。 まあまあほぼ 50% でしたね。これめっちゃ大事やからな。マジで頼む頼みます。お願いします。人を集めるタイプか、なんかラウンドで告知するタイプかね。いやこっちでしょ。第8魂チャレンジ。人が集まれば。第8魂チャレンジ。いやここは取ってほしい。さあお願いします。取った時点でもう取れたらまず3000ですからね。パーセントが上がっていくと。はい、なんか 60% までが寒いみたいなんでしたっけ。少なすぎてもいいんか。少なすぎても大丈夫です。えらい酔わない。えらい酔わないですか。ちょっと赤かった。大隊長54達したよ。これ熱いんじゃない。81%よ。81%ここまでいってるよ。決めなきゃ。81%。いやこれは決めなきゃ。第8だけに延々の。さあお願いします。この2期生頼むぞ。絶対さ頼むぞ。うわマジかよ。嘘おいマジかよ。マジで言ってんの。デブバイブビーブス3発。ちょ右ないよ。ちょっとマジかよ。わ行って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 。そうでしょ。しんどー。うーわ。しんど。81%とか言わんといてよ。と思っちゃったやん。じゃ今のは行ったと思った。DB5 名物。初当たり単発。初打ち、初先バレ、初3000、初ラッシュ、初コンプリート目指して頑張ってますんで。
多分僕の予想ですよ、全員で、まあ、余裕で10は負けてんすよ、余裕で。こんなんパチンコチーム3人のうち誰か1人でもいいやじゃないね。先バレ予告ね。あ、やっぱここが赤くなんだ。 40% おー来た 40% あれです、この先バレ当たってください。何か動いたり、他何か、はい、赤、あ、1個前だけどもう赤いね。はい、刻してます、刻してます。これ先読みステージなのかな。はい、え、これ金とかじゃない今のね、金的なやつじゃないですか。言ってたやつは70何パー、70パーオーバーの、なるほど、さては当たったな、さては当たったな。ボリューはのまま、はい、ボリューはのまま、なのか、ちょっと、前作と一緒の中身か、最終的に人類だったらいいやつね。いや、緑、青、緑、いや、ちょっとただのエリアでしたが、ここで、ナンパッパー、いたずらを殺すのランチだ、全然もういい、頼む。音切れてる、音切れてる、タイミングで当たりました、ありがとうございます。4500円で当たりました。なんで僕はこんな大事なタイミングで電池が切れるんでしょうか。バトル告知でいいよね、とりあえずね。大崎全滅戦ボーナス、さあ最低でも1500円もらえますからね。あ、早かった、いやー頼むわ。あー、なるほど、あー、そういうことね。殲滅したら当たりだもんね。いつらまとめてぶっ飛ばす、信じたもんで、大精霊ベアトリス、マルシャマップの連打系かな、中押し頼む。55%のが当たるの。なぜ 45% を引くの。でも まだ分かんないでしょ、最後あるでしょ、最後この台このままだと3連単ですよ、前任者から。最後に何か来い、最後に何か、終わり、何かあるんじゃない、ガシャンみたいな、ガシャンみたいな、なんかあっていいんじゃない。あ、なんか来たよ、来たよ、どうした、超どうした、超どうした、なるほど、左打ちに戻してください。なんでこの番組単発しか弾けないんです、なんでこんなトータルでどんだけ右、この 45% とか 50% 弾けないんだろうな。ちょ、マジで、なんだろう、跳ねて力が出ないってアンパンマンだけかと思ってたんですけど、アンパンマンが、うん、あのお腹減ってるわけじゃない、大体お腹減ってるのカバオ君、カバオ君か。おいった、マジか、でかっ。さあ ABCA でした、400のところ追加は2000しまして27、今日チャンスゾーン2回中1回成功してます、もう外せません。600のじゃ
さあ気負わず行こうね。あ、当たった。おーい、黄色なのにリプレイなんで1回で、よっしゃー、よーし、いいよ。じゃあ3回目の当たり27,000円、まだまだ間に合う。俺も当たりそう。よし、俺はちょっとスロットで頑張って。そうだよ、向こうが出た時にこっちの分やってもらうんじゃなくて、向こうは向こうで勝って、こっちはこっちで勝って、勝って2チーム合流しましょう。平和だね。うん、もうお互いいがみ合うの飽きたから。もうそんなん最初の2年までね。3年目からはもうみんな協力、みんなで笑顔、ね、みんなで食う、みんなで太る。あ、俺当たんなさかも。出してない出してない、ごめん、これ天井ですわ俺。さあ10ゲームのところで煽ってますね。ちょっと熱い。まああれクイーンだけど10ゲームのところで煽ってるから行ってほしいね。全然確定ではないです。来い来い来い。え、あ、確定確定確定、確定。これ劇場ジャッジのジャッジの時に来たんで下まで消えてるし、これ踊るんじゃないで、よーし、特化ゾーンです。おい、まあ、けど平均200枚くらいなんでそんな強くないですけど。いやいやいや、よーし、踊りました。下っ端に消えた、気持ちいいね。さあ踊れオリンピア。子役を引いたら上乗せです。50でかい。だからこういう外れ目が引いちゃダメ、ダメよ。いやー下手だね、ちょっと切り替えよう。はい、頑張れ、ナイス、オッケー、頑張れ、バカバカ、頑張れ、オッケー。子役、子役、子役なんて簡単、ベルなんて何回引いてきたって話だから。はい、リプレイ、ナイス。おお、いいね、オーケー、リプレイ、4連続リプレイ、ちょっと違う、ベルでいい。はい、ナイス。はい、ナイス。さあここから小焼け引き続ける限り継続いたします。おお、いいよ、来い、ナイス、1回目。さあこれで平均超えた。あ、次もっといこう、もっといこう、どんどんいこう、ナイス、永遠にいこう。ずっとベルがこのままコンプリートするんだから、いけ、オーケー、エンサーした、大丈夫。さあリプレイ、もっといこう、どんどんいこう、ナイス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 。止まらな、止まらな、ずっとベル来い、止まるな。あ、終わっちゃった。でも260。おーい、立派立派。よし、これで残りが300、400枚。よし、400枚やったら劇場たち3ついけるぞ。ってことはさっきの10ゲームで煽ったハーリークイーン出てきた、あれはガセ前兆だったってことですね。でジャッジのゲームに失敗したけど踊り引いたんだ。なるほど。お、乙女アタック好きね。あと130ゲームで天井だったけど、楽しそうですよ、ね、楽しいね、楽しいんだけど今日ちょっとなんかね偏りすぎ、1回に4個とかさ、レア引け、いやー、ここで何も引けねえのよ。あー、大貝先生いらないです、飛ばします。ここ小太郎、おっしゃ、おでこ、ここよ、ここよ、いけ、ハムステーキパンチ、ハムステーキパンチ、なあ、ふかつとかないかな、ないか、ないねよ。あー、じゃあもういい、もうここで勝て、ここで勝て、ここで勝て、バカだれ、なんも引きじゃない、頼む。まあ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 、全然全然もったいないとかないです。まず一個、まず一個。ああ、もう大貝先生本当にやめて。けど別に大貝でも勝てるんでしょ。あんま見たことないけどね。あ、そうなんだ。いやいや、ここで大貝消化しとこう。大貝ストックとかあるんですか。大貝ストック。大貝ストック消化して、ここで小太郎出す。小太郎ちゃん。まだストック残ってたわ。まあまあ1個当たったらもうだいぶ安心感ありますわ。だって投資止まるし。そうね。大貝先生まだ大貝ストックあんの。
オッケーオッケー、内政ここ大事。大外ばっかり。あ、でもカットイン。あー、あー、これいったら2段階、2段階、2段階いかないと。いやー、2段階いかないとね、これ全然負けるあんのよ、ね、やばやば。1個だけ、まあ、681ゲーム持ちメダルですが、ボーナス1個。いやー、参っちゃうな。ここどうしても入れないといけんよ。さあ何ゲーム。あー、30。頼むぞ。ここ入れないと結構きつい。おーしよ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 し。お、ナイス。俺もチャンスですが、予告音になって演出なし。さっきかチャンスもナイス。いいね、やれてますね僕ら。あー、これなら天国の可能性あるね。3番目かな。だから50ゲームスタートだから、ゼガシでも40ゲームぐらい上乗せしてくれると天国まで届くな。よし、合格中です。40パー今日10回目ぐらい1回しか取ってない。マジでジンも死んでる。ほんと痒くなってきた。イライラすぎて。いけるいける。40パー10回で1回やばい。パールクイーンマジで出てくるんだよ。疑問お前。やばっ。お前ストーカーされてんじゃん。マジ気象いっすわ。普通にマジで不機嫌っす。やばい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 、裏のボックン出ちゃうよ。ああ、うわー、マジか。 50% の相手です。おお、いいじゃんいいじゃん。全長良かったけど全然あります。ここで一発目に男の子が来れば。何してんの。おい、男の子じゃねえじゃん。ちょい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 、11の1ですよ。やばいって、何してんの。ま、もう一回聞きました。いや、そのね、こんな来ないんですよ。しかも降格中のレイアップって、ね、頼むよ。強予約なら確定なんですけど、弱予約だ。ちょっと本当に12回目だぞ。なんか同じことすんだよ。マジかな、本当かな。これ行ってからもむずいじゃんか。やば。あ、けど2回連続ブリゲルラ。さすがにいける。さあ12の2 16パー。よし、まあ、ここを通せば関係ねえわ。よし、いきます。ロギーさん頼むぞ。1回40パー引きました。おー、いいぞいいぞ。よし、よーし、よし、1個目来た来た来た。おい、なんか牛神うろちょろしてんだ。あれ牛神って言いましたよ。牛肉食いたすぎて牛神出ちゃった。牛神って言いました。牛神って言っちゃったかもしれない。ガッと牛神。そんな肉食いてんだ、うん、だってナス牛なんか食ったことねえだろ。100倍いいよいいよ。この今12の2だったやつが、うん、偏ったら大変なことになりますからね。そうだよね。13の3でも弱いわけじゃないですか、うん、14の4でも弱いわけじゃないですか。ああ、でもごめんなさい、俺60ゲームで終わっちゃった。大丈夫、バトル勝ちゃいいし。大外バトル、いい加減勝たせてくれ。大外バトル、先制しない。ここをやめて、ここをやめて。クソったれ。申し訳ない。でも多分天国だと思う。オッケーです、オッケーです。まあ、何回も当ててどっかでって大事ですもんね、うん、ごめんなさい、ちょっと動きました。リ
くりした。うんこ漏らしちゃったちょっと打っていったからうんこ漏らしたらちょっと内緒にしますっていや言えよそれはうんこ漏らしちゃったら言ってくれや。お店の椅子に迷惑かかったりしてなんか問題になったら嫌やなと思ってアニキ、広角の今日、チャンス目なんで、お願い、劇場です。2個目チャレンジです。95% で勝てる女子供が敵です。いいぞ。今日は思う存分女子供やっちゃっていいから。そっち打っちゃやがったな。全員女やもんな敵。お前、なんか怖いねやっぱり。こんぐらいの時の僕のが出てんなって思って。あ、そうね、確かにね、イケイケだもんね。おい、下2個目、これ取ったらやばいっす。取ったらやばいんじゃなくて、取るんでしょうが。そうよ、取るからやばいんです。さあ、1回40杯いいで、頼む、行ってこい。ドド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 ドあと1個、あと1個、あと1個で200枚くらい残ってる。200、300、200、300、100、まあ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 、残りの枚数が246枚。いけるぞ。全然いける。さあ、降格中のカバン引いて、これ技術3つ目あるかも。13回目の 40% スロギーさん、いける。いや、やばいやばい、もう一発いた。え、重ね、重ねはどうなの。重ねは取ってなかった時にもう一回抽選してくれるんで、うん、今10だから2回40杯受けてます。どっちか取ってればマジ3つ目ですわ。3つ目は、え、いってない、これ。あ、いってるわ。ああ、ここに気持ちいた。これ 25% で書き換えしてます。だけど下パに消えなかったのでどうかなって感じです、うん、取ったら、いや、これはデフォです。あ、デフォなんかい、はい、興奮しちゃったよ。ここ大事、マジで大事、ここ本当に大事、本当に大事。ベルとかマジでいらん、やめろ。頼むぞ、やばいやばい、頼む頼む頼む。ダダダダダ、イメージ上かー、斜めになればなったー。いや、まだ200枚ある、ロギさん大丈夫。あ、そっか、うん、期待しちゃったー。よっしゃ、降格いたんかな、わかんないですけど、あの弱薬から発展したんだったらそもそも確定だし、まああのディアマンティーナだけ幼女なんで言ってますよ言い方悪いって。よし、3つ目よ、マジで取れよ、マジで。本当にここも大事なんですよ、ここからも。この4ゲーム間でリプレイ1回引いただけで 40% あるんで、頼むよ。1回 40% くれ、頼む。1回でいい、ナビいらん、バカッチョが。おお、出た、こう来て、こう来て、かけ、何してんのお前、鈴かけな、ボケ。あ、いいや、引き合い、引き合い、オッケー、すいません。あ、いいよ、いいよ、いいよ、頼む、いけ、いけ、いけ、もういいか、いけ、いくわ、リプレイいくわ、おい、パリンって言ったぞ。ここにベル止まって、うん、お、真ん中止まったら、かー、ドギータン、焼いちゃうよ、お前も。いや、まあまあまあ、まだ、まだ終わってないから、なんかくれ、なんかくれ、何でもいいから、あと1回。いやあ、はははは、ごめんなさい、すいません、すいません、いやあ、ごめんなさい。2セット、いや違う、2セットじゃないか、2個を取ってはず、いかなかった、セット数はーい。ここでレアキキが帰ってくる。よっしゃ、ひなおさん天才、150枚上の差です。よし、いや、これはもう行くよ。そうね、行かんとダメだわ、この流れで行かないは嘘よ、うん、300のところ引っかからんかな、引っかからんかった。もうあっという間に40何枚。おい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 、頼むて。ちょっとロギさん、おいおいおいじゃなくて応援して、頑張れバックン、ありがとう、折れちゃうから、君ならできる、ありがとう。静岡のスター、熱海が生んだ、熱海が生んだスーパースター。静岡のスターはキングカズ。熱海のスター。熱海は希望の星。熱海にいっぱい税金を納めるんだ俺は。そうだそうだ。行け行け。俺はガタガタの山道を。
直せ、ツルツルにするんだ俺が。そうだ、そして俺にまたスーパーコンパニオン呼ばしてくれまたって呼んだことあるんですか。あるよ30万ぐらい払ったよ。まあどんだけ叩かれてもいいからスーパーコンパニオンに那須牛乗っけましょう、うん、どんだけ叩かれてもいい逃げー、ほんとに行きたくね。おい大丈夫、まだ大丈夫、まあ大丈夫だって。何してんだよスーパーコンパニオン。おい引き戻す、セット数もあるかもしれない、引き戻す、レアクを必ず引く、頼む、帰ってこい帰ってこい、滑れ滑れ、チェリー止まれ、どっか行け、バー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 どっか行け、頼む、バーどっか行ってくれだ。あーごめんなさい、またやっちゃった、またやっちゃった、すいません、ごめん。おい、熱海の絞りかす。なんでちょっとツヤっぽい返事すんだよ。俺がスーパーコンパニオンやるしかねえかな呼ぶ金ねえかな。おいちょっと待て、俺もっくんとツイスターゲームはしたくねえよだけどお互い汗かいていい感じに滑ってツイスターしやすいかもしれない気持ち悪いジーパワーでレバーをお願いしたい。仕事が入りました。行ってきてください、はい、これですか。成功率3割ぐらいですよ。いいですか。ジーパワー注入。ジーパワー。すいません、おざいます。鏡の前で、おっしゃい、ナイス。この3000だけで全然違うもんね。あるね、あるね。おいし、ナイス。チャンス目じゃんか。ほい、よっしゃ、イエーイ。ほら登れるものがどこかにあるさ、やめたけ、頼む、おりゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、アイス50%、俺らはやるぞ。そこに道があるのならば我々は走り続けます。今後ともルブファイブよろしくお願いします。ノリノリや。